です。今日のなっちゃんのなっちゃんによるあくまでも視聴者の皆様のためのグミ講座というタイトルを言ってからこれを出します。ですね、はい、これはタフグミと読みます。みさき美味しそう。みさき今日これなんて読みました？タッチグミ。じゃなんか言ってん。豆腐グミ。あ、そう。みさき豆腐グミって読んでました。なんて豆腐に。タフグミです。タフグミです。めっちゃ美味しそう。私これ初めて見ました。これはあのかばや食品さんですね。かばや食品さんはピュアラルグミ以来のかばや食品さんのグミになります。今日のタフグミを表すとこんな感じです。これめっちゃ美味しそう。見ました。まずパッケージ見てください。これね、最近出たばっかりなんですよ。新商品ですね。リンゴ味とみかん味とぶどう味が3色あります、はい。アップル、オレンジ、グレープです。なんで言い換えるの？英語に書いてる。日本語でもいいやん。はい、じゃあ食べてみましょう。めっちゃ美味しそう。このパッケージ負けるよ。どの味取った？どんな味取ってないで、まだ。3つとも出してください。うん、これがアップル、オレンジ、ブドウです。はい、ということでまずね、はい、硬さなんですけれども、触ってみて。むにゃ硬やろ。むにゃむにゃってならんやろ。ならない。っていうのもですね、このパッケージにもハードでサワーの大粒グミでハードって書いてるんです、うん、ハードを押してます。で、ここにもこの高弾力は癖になる、高弾力って書いてますね。はい、食べてみてください。はい、なっちゃんのはじゃあブドウにしよう。硬っ買った。かかる。かかれへん。うん。一回諦めちゃうな。奥歯で噛んだんやけど。一回諦める。前歯弱い系の人は、うん、奥歯で噛んだ方がいい。奥歯で噛んだ方がいい。美味しい。でも硬いです。これ100回ぐらい噛まなあかんかも、うん。これ全部ですね。うん、大きさは大きい方やねんけど、粒組とかと比べたら普通よりサワーズとかと比べたら大きいねんけど。うん、ぼち組を思えば小さいしって感じですね。平方四辺形、うん、で、グラムはなんとですね、100グラム入ってるんですよ。今までで一番多い。だから普通さ、40何グラムとかやからどこや、倍入ってます。グラムどこに書いてるの？ここに書いてる。ん？ここ、ここ。あ、ほんまや。100グラム多い。いつも 50あればいいって言ってたのもね、うん、です で、値段がね、そのグラム多いから仕方がないねんけど、170円、うん、175円、うん、でも T ポイントカードを使って175円になったから、うん、180円ね。今だけなんか期間限定で T ポイントカードを持ってる人は5円割引があるらしいんですけど、元は180円、うん、まあ、グラムの割にはちょうどいいぐらいかな。100グラム入ってると思えばだけは、50グラムで100円やったらさ、100で200円、うん、やん。200円切ってるもん。そう。だからまあ、まあ、いい。仕方がないけど、値段はやっぱ厳しくね。食べやすさ。高いから。粉つきましたので、食べやすいとは言えないのかな。けど、このさ、形がな、うん、サイコロの平行四辺形、うん、をしてるんで、その面がめっちゃ食べやすいんですよ。うん、どこをどう掴んでもその形につまめる。あ、だからつまみやすい。こうつまんでも、こうつまんでも、こうつまんでも、絶対手に収まるっていうか。うん、こういうペラッとしたグミとかさ、うん、つかみどころによるやん、ごちグミとかにも、うん、これはどこをつかんでも同じ形やから、うん、食べやすさは結構高得点っていうか、ただちょっと硬いから食べやすい、食べにくいかなと思うけど、うん、これも2種類あります、うん、あともう一個の方も3種類の味、なんか忘れてた、うん、ぜひ食べてみてください。これをキャッチフレーズは、このキャッチフレーズはタフ、うん、そやな、キャッチフレーズは前歯ではハーとか使うんですか。前何やった、グミとは認められへんな、うん、うん、これはサイコロコロコロタフタフグミだビョン前歯では噛まれへんなです。です。では今日はかばや食品さんのタフグミを紹介しました。前歯では噛まれへんなでした。食べてみてください。美味しい。はい、ということで。